ティが騒動以来初、外部ステージ、34人で再スタート。NGT48 が、3日、東京、お台場、青海エリアで行われるアイドルの祭典、東京アイドルフェスティバルに出演した。AKB48 グループ以外の外部イベントでパフォーマンスするのは、今年、1月以来、7ヶ月ぶりとなり、実質的な活動再開となった。今年、1月、当時メンバーだった山口真帆、23、が、昨年、12月に暴行を受けたことを告白し、騒動になっていた。この日は、全メンバー、34人が集合。全員がステージに並び、中には、涙を流すメンバーもいた。荻野由香が代表して、おはようございます。NGT48 です。挨拶。ファンや関係者に感謝を述べた。私たちから、34人全員でステージに立ちたいとスタッフの方にお願いし、このような場所を設けていただきました。心から感謝申し上げます。すでにタイムスケジュールが、決まっている中、このような場を提供していただいた TIF の方々、ありがとうございました。と、感謝した。荻野は、デビュー前から応援してくださっている新潟の皆様に受け入れていただけるよう、そしてファンの方々に、信じて待っていてよかったと、思っていただけるようなパフォーマンスがしたいです。よろしくお願いいたします。と話し、全員で頭を下げた。大きな拍手を浴びた。そして、東京アイドルフェスティバル、行くぞーと、呼びかけ、大歓声を浴びた。続けて、マックス時315号、青春時計、春はどこから来るのか、をパフォーマンスし、会場を沸かせた。出演が発表されたのは、出演、2日前の今月、1日だった。それでも、会場となった野外ステージには、約、4000人のファンが集まった。荻野は、今日はどれくらいの方々来てくださるのか不安だったんですけど、こんなにたくさんの方に集まっていただいて、本当にありがとうございます。と挨拶。ラストに、世界はどこまで青空なのか、を披露した。本間ひなた、19、は、NGT48 は、ここから、34人全員で、また、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。と挨拶し、再び全員で頭を下げ、大きな拍手を浴びた。出演が発表された際、NGT48 の公式サイトで、警備面やイベント運用面での協議を重ね出演が決定いたしましたが、その準備に時間を要したために発表が直前になってしまいましたことを、お詫び申し上げます。と、謝罪していた。NGT48 は、騒動前の今年、1月、3日に出演したアイドルイベント以来、外部での、ステージパフォーマンスはなかった。